はい、おはようございます。三崎さんの密着を久々にさせてもらえませんか？はい、いいですよ。普通に急いだりちゃんね。そうです。カメラをつかせていただきます。了解です。はい、お願いします。お願いします。じゃあ始めます。おはようございます。じゃあ先からお願いします。はい。じゃあ最後質問いきます。特地西崎の母校にもレベル0の寄贈に行かれたと思いますが、反応はいかがだったですか？福岡今回帰省した時に小中高行ってきました。高校はすごくウェルカムで迎えてくれた。教頭先生出てきてくれて、アポなしで行ってんけどね。アポなしだったんです。アポなし、アポなしアポなしで今回行ったんやけど、卒業生ですって言ったら教頭先生がわざわざ出てきてくれて、一席設けてくれて、いろいろなんで起用したのとか、これどういう本なのみたいなところを 3,40 分ぐらい話をさせてもらえた。じゃあ今週の朝会以上で終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。一応現状を室ちゃんがイラスト描いてくれてます。コアラと小川とかにもコピー調整してもらって、あとはテキスト周りの最終構成をちょっと入っていきたいなっていうところで、レイアウト等は全然変更はできますが、12時までなのであと約1時間、うん、おいいねあと1時間で対応するレベルでやっていかないといけないというのが現状です。了解です、はい、中央にさ大きく出してもいいかもしれんなと思った。これサイズちょっと小さくして44でタイトルドカンきて44きついと思います。今9個数1個減らすのは全然いいんですけど、もともと4ついってたので、うん、めちゃくちゃちっちゃくなっちゃうっていう、もしくは33かやるなら33、ね、33でもいいよ。今黄色の要素が大きいんだけど、はい、なんかもう少し黒要素入れたらちょっと本のイメージに近づくと思うか。一番下に帯入れるところですよね、うん、そこでレベルゼロ寄贈についての、まあ、ったお知らせみたいな感じで書いてあるっていう。伝えたい内容をさ俺まとめるけどさ、それをさ小学校高学年意識してちょっとリライトかけてくれ。わかりました。テキストで朗報です。はい。5時まで行けます。1時で切ったらいいです。最終5時まで OK もらったので。ありがとう、はい。俺は1時までに終わらせる。はい、なんか2つ選択肢があると思うんですけど、これ今小川が出してくれたやつは、購買をさ、促すような文章。もう一つは、学校に寄贈を促す子供たちからっていう、どっちかにちょっとしようかな。学校に関しては、寄贈をお願いするっていうところは、ちょっと。うん、リアリティかけるというか、はい、子供が言ってるイメージあんまりないので、うんうんうん、そこの購買につなげるっていうのが一番結果につながるというか、たくさんいいことがあるかも、たくさんいいことがあるかもしれないよ、よ、だよ、よがかぶっちゃうね、はい、気にならない気にならないかどうか全然気になってない。あ、そう、じゃあそれでいこうか、はい、よし、終わりですか最終チェックです。もう少し上げるか。じゃあこれで行きましょうか。お疲れ様でした。した終わりました。お疲れ様でした。いいね。ヒリヒリ感が。最終どんな感じになったんですか？今見てないよね。はい。元々のやつはこっちね。こっちが最終花形に落ち着いた。こういう内容にしようとなったんですか？まずやっぱタイトルと何をやってるかをもう少し分かりやすくしたいねっていう形だったんで、うん、タイトル立たせて、かつこれってどういうことっていうのをしっかり順序って説明をして感じだったかな、はい、あくまでこれはレベル0の小学校に無料寄贈してるよっていうのをまあ告知するものなんで、子供たちに言いたいことと学校側に伝えたいことを完全に切り分けてまとめたって感じです。いや、もこれ全部自社で、東京支社の室ちゃんが作ってくれた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今からはお食事ですか？昼飯を10分で食べます社食始まってもう3ヶ月ぐらい経ったかな。いかがですか？やっぱコミュニケーションできるのいいよね。もう人が増えとうけんさ、こういう機会がないと喋るタイミングがない。お疲れ様です。シンガポールチキンライスで、うん、プレートにご飯盛りなんですけど、ご飯どうします？軽く入れてもらおうかな。軽くで、はい、やばい、あと3分になったら最近出張とか多くてお忙しいと思うんですけど、うん、今何が一番お忙しいですか？出張は基本講演系が多いけどね、社内にいるときはやっぱ今は新規事業かな、ビスコア関係、回収の打ち合わせがあったりとか、ウェブマーケの会議があったりとか、結構いろんなフェーズで打ち合わせが入ってるので、まあ、それに参加してるって感じかな。5分間に合うやばいやばいやばい、ゆっくりさ入れてる暇ないねん5分後に次何があるんですか？5分後は銀行。銀行、はい、銀行との打ち合わせ。忙しい。いや、BG にスキル使えるように開けてる間違いない。最近はレベル0の完全な動き多いですか？いやいや、もう出版してしまったらね、全然本は忙しくなくて、まあ書店周りぐらいだな。新聞って何新聞？大阪の一日新聞、今回も大阪の深野小学校
に配布して、レベルゼロの寄贈のプロジェクトの告知と、あとは書籍の告知と、あと1分で出ます。行けます1分、頑張ります、行こう、はい、どうぞ、どうぞです。あ、もう終わってます。あ、いや、5時だもん。アカンできました、うん、机つきました。ちょっとこっちが先生っぽく見えるって。オッケー、そうですか。いや、俺この言い回し気になっちゃう。気にならんって言ったけど。気になってないですよ。これやってみて。いいこともあるかもしれないよ。なんか、よ、気になります。そう、俺も気になった。ここに書いてるパーツを試してあげたらですね。フラッシュ。はい。フラッシュが違和感なかったの、このマイクは。言われなければそんなに気にならないです。じゃあ、このまま切り行こうか。いいですか。お疲れ様でした。はい、お願いします。編集長のような。で、次が、ごめんなさい、いっぱいあって、次が、末永と大西が営業のためにセミナーを開催したいんですけども、まあ、一回やってみるのはって感じだね。成果が出ないのに、だらだらやるのはやりたくないって感じなんで。あ、で、カーテン屋さん入れとくよ。何もなりそうな。一回来てもらって、測量してもらって、見積もり出してもらわなきゃいけないんで。6月中とか無理っすよね。7月からね、結構あそこ、打ち合わせスペース使うんですよ、7月から。また、まあ、ちょっと、キンキンで入れました。すいません。はい。今もろもろなんかいろんな確認ですか。業務上の確認事項と、はい、あとはオフィスのカーテンをつけるかつけないか問題と、はい、問題ともろもろっすね。純平さんに基本任されてるものも多いじゃないですか、うんうんうん、確認を入れるときはどういう判断基準で入れられてるんですか。任せてもらってる範囲の部分は自分でジャッジするし、会社の方法的な位置づけに該当するものとか、意思決定としてこの認識でずれてないかとか、基本的にはこれで進めますねって言ったことの報告事項を今やらせてもらって、うん、そんな感じかな。戦略企画部の事業に関してはね、もうほぼ任せてる感じなんで、現場レベルの判断はもう全部任せてる。会社の判断とか会社の決定事項に関しては、まあ一応確認はくるかなっていう。ありがとうございます、はいはい、兄弟でも仕事中はバリバリ仕事ですね。そうですね、敬語ですね、一応仕事中だけは、はいはい、プライベートは全然違いますけどね。はい、お疲れ様。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 疲れ。どこ行ってたんですか。ちょっともろもろ書類のこの後会議が入ってますが、はい、次の会議は何をするんですか。次はコーポレートサイトのリブランディングの打ち合わせ。ちょっと会社のサイトをリブランディングしようかなと思ってて、はい、まあ、これサイトだけじゃなくて会社全体、うん、はい、今のサイト十分かっこいいなと思ってるんですけど、うん、自分たちの実績とかやってきたことで勝負するようなウェブページにしたいなと思ってて、うん、今は違うんですか。今はね、やっぱり、ね、会社の理念とかビジョンにかなり寄ってる感じで、自分たちがこうしたいっていうのはすごい伝わるサイトになってるんだけど、はい、顧客に対してどういう価値を提供する会社なのかっていうのをもう少しイメージしやすくなるように、会社案内もそうだし、 YouTube とか X とか、まあ、SNS の発信も含めてちょっと方針をまた新しくシフトしてやっていくって感じ。それも密着させてもらうので、ぜひ、はい、宣伝してください。お疲れ様です。よろしくお願いします。トモロゲートのコーポレートサイトのリニューアルをいよいよ走ろうと思ってアサインさせていただきました。改めてよろしくお願いします。お願いします。はい、今回のコーポレートサイトを動かしていくにあたって、西崎さんに実際にクライアントとして体験してもらうっていうのも一つテーマになります。俺は完全に僕らに徹するけどね、今回は。いや、ほんまに経験したいんやんか。ここ最近うちの業務の流れを、まあ、実際に俺は手を動かしてないですよね。お客さんの声としてはちょこちょこ聞くわけよ。ここ良かったよ、ここ課題だねみたいなところで、それやっぱお客さんとして一回体験したいなって思うのはものすごく強いで、今の自社の強みとか、さらに課題として変えていかなきゃいけないところとかっていうのをちょっとまあ見たいなっていうところがあるんで、ほんまに今回はトモローゲートさんに発注をするっていうイメージで見ていきたい。なあなあで行くとこも避けてほしいっていう。ああ、そのレベルですか。ああ、このキックオフとかはいいよ全然。これはもう社内の打ち合わせなんで、はい、顧客に企画提案してる時とかに社内の雰囲気で持っていくのを避けてほしい。なるほど。じゃあヒアリングもゼロベースからやった方がいいですか。まあある程度把握してるところあると思うけどね。そこはもう端折っていいよとは言ってんねんか、頭に入ってる部分。逆に俺今回のコーポレートサイトの起こりを分かってないので、変更する、うん、目的ぐらいしか分かってないの。なんでそこはガッツリ聞いてもいいかもね、ゼロベースと思って、うん、まだ細かいところまで伝えられてないと思う、はい、で俺はそれを次のヒアリングで話すつもりやねんか。トモローゲートさんが初回来てくれて、いや、なんで今回変えようと思ってるんですか、うん、とか、それによって得たい効果とか成果って何ですかとかっていうのをなんかこう聞かれるのかなっていう認識だった。それでやろう。創業の思いとかも知ってるんで、今ってことですね、うん、まあ、理念的な部分はいいのかもしれんけど、ね、変更しようと思った理由と期待する理由とか、どういうふうに持っていきたいとかっていうのは結構ガッツリゼロベースだと思って。そうです、あんまり多分ここを把握してもいないと思う、はい、現状の課題感とか、はい、皆さん他大丈夫ですか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。
しますか。さっき顧客目線で今回提案を聞くって話したじゃないですか。なんでそのやり方でやろうと思ったんですか。いやもう俺現場離れてさ4年5年ぐらい経つわけよ、はい、今回リブランディングするにあたって、ちょうどいいタイミングだなと思ってさ、お客さんが実際どんな感覚でうちの仕事サービス受けてんだろうなっていうのを、体験する絶好のチャンスや、自分のところを作り直すんで、まんまお客さんと同じ対応してくれと。で俺も完全にトゥモローゲートに発注した感覚で対応するんで、うちの強みってここなんだなとか、他社との違いってここなんだなとか、いやここちょっと課題だなっていうのが見えてくるんで、その課題をさらにレベルアップしてもっと他社よりも突き抜けるっていうことをやりたい。なるほど。トゥモローゲートの話するときってこんな感覚なんだなっていうのがちょっと体験できたのが、やっぱねすごい準備してるからさ、いろいろと、はい、次のヒアリングがすごい楽しみでワクワクする。裏を返すとこれであれってなったら崩れていくのも早いだろうなっていう、うん、じゃあ一個一個が結構大事に、そうですね、楽しみです。今からは今ショールームで3回使ってもらってるバームさんとの、売上の進捗の打ち合わせ。多分来週順平の方からアダックス状況の共有をするって言ってたんで、それで確認しました。はい。はい。だから一個聞いてるのは、やっぱ移転のタイミングとかがないとなかなかむずいって言われてた。いきなりね、質感をガラッと変えるかっていうと、ちょっとやっぱ中長期で追っかけていかないといけない。法人的に案件は伸びてる会社が多いんで、それこそ俺らみたいな業界で言うと、もう早い会社は3年に1回とか、遅くても 4,5 年に1回ぐらい一定のタイミングになってくるんで、それをね全部例えば 2,30 社ずっと追っかけてたら、例えば30社あったとして5年に1回だとしても、年間で6社は移転するんで、そこをね結びつけていけたらっていう感覚かな。ボリューム感大きくなくてもこうやらせてもらえると、僕ら事例で結構言えるんで、それはすごいありがたいなと思ってね。はい。全部階段から降りてくると思います。確かに。もう今日は帰りですか？会食です。はい。はい、お疲れ。ありがとうございます。